皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ？ってあれ、ここはどこだ？この場所はつい先日公開された新マップのバルゲロよ。新マップだと。前回動画の最後で霊夢が言っていた別の場所ってのはここのことだったのか。ですです、視聴者様から新マップをプレイしてほしいとのリクエストをたくさんいただいていたので遊びに来ました。シーズン3とはまた別物なんだよな。うん、シーズン3ではまた別のマップに行くわよ。ここにはリクエストに応えて1日限定で遊びに来ただけです。なるほどですね。それでこのバルゲロってのはどういったマップなんだ？本マップでは63平方キロメートルに及ぶ広大な環境を特色としており、息を飲むような風景、暗い海底渓谷など多様なバイオームが用意され、また、神秘的な遺跡、未踏の洞窟、そして素早く機敏な新恐竜ディノニクスなどを特色としている。広大なマップに新生物ディノニクスか。聞いただけでワクワクするぜ。今回のプレイ内容というか最終目標についてだけど。おう、何をするんだぜ。ズバリ、新生物ディノニクスの捕獲よ。そう来ると思ったぜ。捕獲といってもこのディノニクスはワイバーンと同じ卵から孵化させて仲間にするタイプなんだけどね。気絶させて仲間にするタイプじゃないのか。だから色々とした準備が必要なのよね。卵をかっさらうとなると逃走用の生物が必要になってくるな。その逃走用の生物を手に入れるためにもまずは道具を揃えなきゃ。そうだな。とりあえずサクッとピッケルと石の斧作っちゃうわね。頼んだぜ。どうだ？斧とピッケル作れたか？うん、今ちょうど作った斧で資材集めてるところよ。あ、こいつは、砂漠マップで散々見かけた飛びネズミだ。へえ、このマップにも生息してるのか。いいねいいね、早く装備整えて冒険したいな。引き続き資材集め頑張るんだぜ。くそー、邪魔だなー。どうしたんだぜ？生き物の死骸から皮を剥ぎ取りたいんだけどすぐそこにユタラクトルがいて剥げないのよ。そりゃ厄介だな。ユタラクトルを脅威に感じるのすごく久々。武器もなけりゃ仲間もいないからな。襲われた時のためにやりつくっとこ。低レベルのユタラクトルならワンチャン勝てるかもしれんしな。草食生物襲ってますねー。今のうちに皮剥いだらどうだ？そうね。何の死骸だろう。ユタラクトルだ。さっきのユタラクトルの仲間かな？そこそこレベル高かったみたいだけど一体誰にやられたんでしょうかねー。ユタラクトルの持ち物が落ちてるぜ。お、石の矢だ。こういったしょぼしょぼアイテムでも今の我々にはありがたいな。まずい、ユタラクトルがめっちゃ近くまで来てる。羊が襲われてるぜ。こっちに来るなー。襲ってきたらこのカンガルーになすりつけるか。このカンガルー140レベルだって、めっちゃ強い。ユタラクトルに喧嘩売られても返り討ちにできるレベルだな。あのユタラクトルが高レベルだったらどうなるかわからないけどね。おい霊夢、そこにラクトルが倒した羊の死骸があるぜ。ラッキー、皮剥がせていただきましょう。ひゃ、100レベルの羊？この一体高レベル生物ばかりだね。初めたての我々が来ていい場所じゃなさそうだ。レベルが高いからか知らないけど剥いでも剥いでも死骸なくならないんだけど。肉とかはめっちゃたくさん取れるやん。これはありがたい。まだなくならないんか。そろそろ終わるかな？あ、消滅した。大収穫だ。うわぁ、待って待って、いきなり来るのはなしだって後取ってよ。死んじゃいましたね。ああ。くそー、また集め直しだよ。ロストしたアイテムの回収は？奴がまだ我々の死体の近くうろついてるだろうし回収なんて無理だよ。ところで正面に見たことのない生物がいるんだが。尻尾長。なんだろあいつ。ドエディクルスを襲ってるな。もしかしてあれがディノニクス？ひょえー、思ったより大きいんだな。めっちゃかっこよくないですか見た目。ってこっち来たー。うわー。瞬殺。やっぱり今のディノニクスだったんだ。あれは何としてでも手中に収めたいですねー。よし、頑張るぞー。ジョジョーン。おお、服作ったのか。それだけじゃないわよ。本当だ、よく見たら後ろに小汚い小屋もある。小汚いとは失礼な、ここは簡易拠点よ。あ、そうなのね。中にはちゃんとベッドもあります。これでさっき見た恐竜に襲われて死んでもこの場所から再開できるな。他にはアイテム保管箱やすり鉢なんかもあります。すり鉢か、確か麻酔薬作るのに必要だったな。あとはお肉を焼くための焚き火。ふむ。必要最低限のものは揃っているわけか。滞在日数1日だけだしこれだけの設備あれば十分だよね。屋根の上にあるこいつはなんだ？ディノニクスのサドル作るときにインゴットが必要になるかもしれないから精錬炉用意したの。なるほど。簡易拠点についてはこんなところかな。で、本題だが逃走用生物を捕まえるための装備はどうなったんだぜ？
少ないけど麻酔やトボーラを用意しましたよ。お、そんじゃ一応生物の捕獲はできるわけだな。ですです、予定としてはこの道具を使って飛行生物のリマントリアを捕まえようかなと。ここにちょうどおるやん。おお、いい感じのレベル。ってちょっと待ったー。どうしたんだぜ。今すんごい見た目した生き物が横切っていったのよ。一体なんだ。近づいてみよう。テックユタラプトルだ。おお、超かっこいいんですけど、これはぜひ仲間にしたい。リマントリアはいいのか。こんなかっこいい柄の目からプトル早々見つからないわよ。ここでスルーしたら一生後悔する気がします。このユタラプトル100レベル超えだぜ。手持ちの麻酔やでタリルのか。ユタラプトルって割とすぐ気絶するイメージあるんだけど、タリルといいんだが。頼むでー。そろそろ罠解けちゃうかな。襲われたら一巻の終わりだからな。しっかり逃げ出さないようにするんだぜ。気絶したー。やったー、メカラプトル仲間になったー。何か向かってきたぞ。おいこら、うちのユタラプトルに手を出すんじゃないわよ。このラプトルに喧嘩売られてたのかなこいつ。気絶してるのをいいことに仕返しに来たのね。せこい野郎だぜ。地味に強いし。死ぬなよ。うちの子から離れろー。やばいやばい、あと一撃食らったら死ぬぞ。麻酔矢で攻撃だ。あ、丸まった？ドエディクルスって確か体力が減ると丸まって身を守る習性があるんだっけ。とにかくこれで難は逃れたわね。ドエディクルスが体力回復してまた攻撃してくる前に目を覚ましてくれるといいんだが。そんなすぐには体力回復しないと思うけどな。だといいんだが。メカユタラプトル仲間になったどう？おめでとう、初のテックユタラプトルだな。さて、名前は何にしようかな。メカラプトル、略してメカトルとかどうよ。ダメです。ああ。ここは無難にてっちゃんで。東海オネアのリーダーかな。テックラプトルのてっちゃん、今日はよろしくお願いします。しかしテック恐竜はどれも活かしてんな。未来的でたまりませんな。早速サドル作って乗ってみようぜ。うん。ジョジョーン。ってことでサドル装着させてみました。いいねいいね。改めて企画で見ると口大きいわねーこの子。メタリックレッドほんといい色してるわ。それでは騎乗。騎乗と同時に噴しやがった。やっぱり仲間がいるといないとじゃ安心感が運命の差だね。このマップで初めて仲間にした生物がテック、それも100レベル超えとは贅沢だな。あ、こいつさっきちょっかい出してきたやつじゃん。本当だ、復活したのか。さっきはよくもやってくれたなー。立場逆転で草。踊れ、誰に喧嘩売ったか分かっとんのか。お、得意技の〇〇だ。おいおい、さっきの威勢の良さはどこに行ったん？まあまあ、反省してるみたいだしそこまでにしといてやれよ。しゃあない、今日のところはこれくらいにしといたる。元をたどればうちのユタラプトルから喧嘩吹っかけたんだけどな。細かいことは気にしない気にしない。ドエディクルスも飛んだとバッチリだったな。見てマリサ、下めっちゃ綺麗。あや湖か？恐竜島に負けず劣らず自然が豊かですな。いいねー、私このマップすっかもしれん。カンガルーが岩の間に挟まっとる。捕獲用のアイテムがあれば捕まえるのには絶好のチャンスなんだがな。よし、逃走用の生物も準備できたしディノニクスの卵探し始めましょうか。始めますか。うーむ、やってしまったなー。どうしたんだぜ。ディノニクスの卵探してフラフラしてたら下に落っこちちゃったのよ。上に戻りたいんだけど戻りの道が見つからず困っているところなのです。あ、上からカンガルーが降ってきた。そうそう、あんな感じで私も落下してしまったのです。よく無事だったな。運がいいからね。運がいいならそもそも落ちないと思うんですが。ここに落ちたのも何か理由があるはず。もしかしたらディノニクスの卵があったりして。そんな都合のいい話はないぞ。あ、危ない。なんだ？今目の前にディノニクスの群れがいたの。お、本当だ。見つかったら大変なことになる。おい霊夢、あの木の下にあるのって。ああ、ディノニクスの卵あったー。なるほど、ここは奴らの巣だったのか。道理でたくさんいるわけだ。見つけたはいいけど、あれどうやって回収しよう。上にも見張りが嫌がるぜ。これ回収無理かな。どう考えても無理だ、死ぬぞ。そう、せっかく見つけたのに。ここは警備が厳重すぎる、他の巣を探そう。あのオーラはもしや。おお、ディノニクスの巣だ。この巣ザル警備だ。よっしゃ、ここなら卵盗めるぞ。よかったな。20レベルの卵か。ディノニクスの卵が手に入っただけで十分だぜ。高レベルの卵が良かったなー。ここにも卵が。うろー、こっちの卵100レベル超えだ。
今日はなんだかんだでついてるな。やったやった、早速戻って卵を孵化させる準備に取り掛かりましょう。おう。あれおかしいな。なんだぜ。これだけのかがり火で温めても孵化しないのよ。なんだと。ディノミクスの卵は細かい温度調節しなくてもすぐに孵化するって聞いたんだけどな。この暑さでも孵化せんのか。困ったなぁ、どうしよう。できた。なんじゃこりゃ。卵を孵化させるためのお部屋です。温度問題は解決したのか。この暖炉を使うことで孵化させられるわ。暖炉が4つも？そう、1つでも2つでもなく4つじゃないと孵化しないのよ。へぇ、かなり温めないとダメなんだな。私の聞いたすごく簡単に孵化させられるって話なんだったんだろ。アップデートで変わったのかな。しかしこれだけの数の暖炉をよう作れたな。影の協力者がいたので楽に集められました。か、影の協力者？そう、その名もドエディクルスのドエライコッチャ君です。いや誰やねん。この子よ。あれ、こいつってラプトル捕獲の時揉めたやつじゃ。そう、あの時のドエディクルス。いつの間に捕獲したんだ。さすがに手作業で暖炉4つ分の資材集めるのは時間的に厳しいなと思ったのでこの子に手伝ってもらったの。なるほどな。とか話してたらディノミクス孵化した。あれ、135レベルが2匹生まれた？え、どういうこと？まさかの双子？な、なんですと。こいつはめでたいな。こんなことってあるんだ、すごいや。もう一つの卵も帰ってるんじゃないか？今生まれてきた子集合させるからちょっと待ってね。よし。おう、ちっこくて可愛いな。右が双子の135レベルの子で左が20レベルの子よ。色もちゃんと違うな。ディノミクス一体の予定がまさか3体も仲間になるとは。今日はほんとついてるぜ。みんな、こっちだよ。おう、だいぶ大きくなってきたな。順調に成長しております。もうちょい成長したら騎乗できそうだ。それまでにサドル作っておかねば。そうだな。デデドン。おほう、ついに大人になりましたか。くぅ、かっこいい。成人式にこういう頭したやつたまにいるよな。無事大人になりましたので早速能力チェックしていきたいと思います。なんだこの名前。ディノイチローディノジローディノサブローがどうかした？どうかしたじゃねえよ、なんだよその名前は。サドル装着してあるので乗りますよ。ごくり。ライドオン。ついに乗った。まずはお顔を拝見。凛々しい顔立ちとはまさにこのこと。走る速度はいかほど？おお、結構速いじゃん。今日捕獲したユタラクトルのてっちゃんと同じくらいかな？かもな。それではお次は攻撃モーションチェック。ちゅう。両手でざっくりいく感じだね。こいつはなかなか破壊力ありそうだな。基本攻撃は今のだけかな。あとは何があるんだろ。調べてみたところどうやらこのディノニクスは壁を登ることができるみたいです。うお、壁に張り付いた。さらにここから。すごい。あっという間に頂上まで来ちゃいました。なんという便利な能力。ゲラコレオの能力に似てるかも。上位互換かも。この子の能力はまだこれだけじゃない。何？ていや。何やってんだ、死んじまうぞ。ご覧ください、このディノミクスは高所から落下しても一切落下ダメージを受けないのです。なんてやつだ。ほんとすごいわよね。うむ。びっくりさせられっぱなしだぜ。最後に戦闘での特殊攻撃を紹介して今回の動画を終わりましょうかね。まだ何かあるのか。この草食恐竜でいいかな。戦うのか、レベル高いが返り討ちにされないか。大丈夫。それでは参ります。なんだこれ。どうよ、すごいでしょ。壁だけじゃなく生き物にも張り付けるのか。このようにスタミナがなくなるまで張り付き攻撃ができるのです。あ、ディノサブローもやってる。この攻撃方法、ジュラシックパークを彷彿とさせますな。そういやこんな感じの戦闘シーンあったっけ。攻撃力も高いし壁や敵にだって貼り付ける、最高ですわディノミクス。わお、あっさり倒しやがった。はい、ということで今回はこんな感じですかね。なんやかんやで今回の目標達成できたな。ってことで今回はこれにて終了です。次回からシーズン3だな。いよいよですね。個人的にこのマップも面白くて興味あるんだが、シーズン3では別のところに行くんだよな。そうですね、まあまた機会があればこのマップにも遊びに戻ってきますよ。そうかそうか。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週のアーク実況でお会いしましょう。アディアス。